サッカー J2 平番付北九州の J3 降格を受けて今シーズン限りで退任することになった柱谷浩一監督が今日記者会見を行いました。ファンやサポーターに自分たちのチームだと思ってこれからも支えて寄り添ってほしいと呼びかけました。ギラバンツ北九州は今シーズン最下位の22位となって J3 降格が決まり、2013年から4年にわたって指揮を取ってきた柱谷浩一監督が今シーズン限りで退任することになりました。チームを J3 に降格させてしまったっていう、その責任は非常に重く今感じてます。ただ自分の素直な感想で言うと、悔しい思いでいっぱいです。柱谷監督は今年の成績では来シーズン以降の指揮を取ることはできないと自ら判断し、先月末の時点で退任を決めていたことを明らかにしました。降格させたっていうことに関しては全て監督である自分に責任がある。で、選手たちにはよくやってくれたけれども、自分自身が一人一人の選手の力を引き出すことができなくて申し訳なかったっていうことを選手たちには伝えました。こういう苦しいシーズンの中でも選手たちも最後まで乱れないで、やってくれたってことに対しては感謝したいと思います。北九州の皆さんで、キラバンツは自分たちのクラブなんだっていう思いで、こういう苦しい時ほど支えてあげてほしいというふうに思っています。柱谷監督はあさって今シーズンの報告会でファンやサポーターに直接挨拶する予定です。